学生の皆さん、コンテストのお知らせです。オートデスクラーニングパートナースペシャルサポーターのゆずです。12月がやってきましたということで、12月のフュージョン360学生デザインコンテストのお題はクリスマスを楽しく彩るアイテムです。このコンテストは毎月発表されるお題をフュージョン360でモデリングしてもらうコンテストになっています。今月のお題はクリスマスということで、クリスマスに関するアイテムなら何でも OK です。例えばプレゼントとか、サンタさん、ソリ、クリスマスツリー、何でもありなので、ぜひご応募してみてください。そして今回も入賞した3名の方にはオーツデスクラーニングパートナーオリジナル T シャツをプレゼントします。そして特賞として1名の方にはAmazon で買える1万円以内のお好きな本をプレゼントしています。応募期間は12月1日から31日まで。応募作品は Twitter と Web でどんどん紹介していきます。 Twitter に投稿する際にはぜひキャドラボクリスマスとハッシュタグをつけてください。それでは皆さんの応募楽しみにしてるんですけど、私も今回クリスマスツリーを作るのを挑戦してみました。今回は Fusion 360のスケッチ機能、プロジェクトっていう機能を使ってツリーを作ってみたので、ぜひ応募作品を作る際の参考にしてみてください。それではフュージョン360の画面へどうぞ。今回はクリスマスツリーを作っていこうと思うんですけど、これクリスマスツリーね、上から見たら星型になっている、星で構成されているツリーを作っていきたいと思います。レンダリング画像はこんな感じですね。それでは作っていきます。フュージョンのスケッチ機能を使っていきます。底面を選択してスケッチモードの中のポリゴン、内接ポリゴンを選択します。今回は星型なので、まずポリゴンを五角形に指定します。次に線分を取って五角形の中の一辺に三角形を作るような感じでスケッチを描いていきます。はい、続いて星型を作っていくので、今描いたスケッチを円形状パターンで複製していきます。中心点を原点にとって5個複製すると星型のマークができました。スケッチを終了して、この星を押し出していきます。クリスマスツリーなので、押し出す時にはテーパー、角度をつけて押し出していきます。押し出しで 35mm 指定します。角度はマイナス 20mm でテーパーをつけました。続いてスケッチを作成を選択して、先ほど描いたモデルの上面を平面に指定します。続いて作成の中からプロジェクトを選択します。プロジェクトはモデルの外形を平面に投影できる機能です。これをオフセットしていきます。今描いた星をオフセット、5mm ぐらいオフセットしてオーバーサイズに作っていきます。続いてこのオフセットした星を回転させていきます。ツリーの中段部分を下段と36度回転させた向きで配置していきます。回転させる場合には軸を指定して回転していきます。緑の軸を中心として36度回転させます。OK を押したら、またこの星を押し出していきます。スケッチを終了させて、作成から押し出し。今描いたスケッチをすべて選択していきます。下段と同じように35mm。テーパー角度はマイナス20度を指定します。先ほどと同じ手順をもう一度繰り返します。スケッチ。お作成で先ほど描いたモデルの上面を選択。作成からプロジェクトを選択して、上面の星の外形を取ります。その後オフセット平面を選択。また5ミリほどオーバーサイズで星を作成します。修正の中から移動をして、星を36度また回転させます。
回転を選択して緑の軸を選択。36度回転させます。スケッチを終了してまた押し出していきます。最後も35mm、 テーパー角度はマイナス20度ですね。これでクリスマスツリーは完成しました。この後少し装飾部分を入れていきたいと思います。上から見ると星形に見えますね。装飾は小さい丸い玉を配置していきます。作成から9を選択します。ツリーの底面を選択して底面に9を配置します。新規ボディで作成します。 OK を押してパターン、円形状パターンで今描いた球を複製していきます。同じように中段と上段も配置していきます。この時必ずこの作った球が新規ボディが選択されていることを確認してください。すべての段に球をつけたら、これでクリスマスツリーは完成です。最後にレンダリングで色を挿入したら、リアリスティックな映像を作成します。上から見るとこんな風に星になってますね。一番このプロダクトが美しいと思える角度を探してレンダリングボタンをクリックします。レンダリングの画像をキャプチャしたい場合はキャンパス内レンダリングの中のイメージをキャプチャをクリックします。 OK を押すとパソコン内とフュージョン内に画像を保存することができます。OK をします。このようなレンダリングができました。続いて学生デザインコンテストに応募するためには URL が必要です。データパネルから今作ったデータのパブリックリンクを共有をクリックします。URL が表示されるのでそれをコピーして応募フォームに URL を貼り付けてください。応募フォームの URL は概要欄に貼ってあります。12月のキャドラボクリスマスご応募お待ちしております。今回はスケッチのプロジェクト機能で時短テクニックを紹介してみました。皆さんもぜひ使ってください。それではまた来週水曜日、3D CAD、3D プリント技術を使った情報を発信しているので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週。バイバイ。